その夜、世界は暗闇に閉ざされた。来たぞ、左舷。戦域にいる全ての者の府に通達する。これよりこの地に第一次防衛線を築く。港に侵攻する全ての敵を排除し、鬼の存在は世に知れた。もはや我らが身を隠す理由はない。人目を気にせず鬼を撃て。了解。作戦を発動する。侵害の鬼を排除し、防衛線を押し上げろ。人の世は滅びの淵にある。救えるのはお前だ。V 破壊しなければ致命傷は与えられない。一点に集中攻撃して V 破壊せよ。強大な鬼が出現した。大将を神羅号と呼称する。総力を挙げてこれを排除しろ。聞いたな、象の鼻に急行せよ。神羅号と交戦を開始。全隊員援護せよ。間もなく味方が到着する。それまで持ちこたえよ。V 破壊し、敵の本体を引きずり出せ。鬼ちぎりの使用を推奨。一気に敵部位を破壊し、攻勢をかける。
集中攻撃をかける。神羅号の消失を確認。逃げた。どうした？何があった？軍師クヨ、いつの間にそんな前線に。何の不思議がある？戦場で兵を指揮するのが私の役目だ。神羅号はどうした？この場から消えたということか。下船な。圧倒的優位な状況でなぜ。警戒を怠るな。またどこから現れるかわからん。いずれにしろ港は押さえた。全員よくやった。ここを拠点に鬼を迎え撃つ。念話館は、霊山の本体が小田原か、間もなく横浜に到着すると思われます。よし、本体の到着までここを死守する。全員準備はいいな。救える命は救え。今はそれが精一杯だ。北の地はすでに落ちた。ここで奴らの軟化を食い止める。たとえどんな犠牲を払っても。なんだあれは。あ、なんだこいつ。おい博士、妙な奴が倒れてるぜ。ん、帰るぞ。そいつはお前がおぶってやれ。俺かよ。たく、面倒ごとばっか押し付けやがって。誰だ、私の研究所に勝手に入るな。お前は大したことはしてない。動き回れるようなら心配はないな。私は博士。知らんなだな。やはり里のものではないな。お前は里の近くの森に倒れていた。何か覚えているか。横浜、一体何の話だ。何か事情がありそうだな。詳しく話してみろ。うん、横浜で鬼と戦っていたはずが、気づいたらここにいたか。不可思議な話だな。
他に覚えていることは？記憶がないのか。厄介だな。ここはマホロバの里。横浜からはるか西、出雲の国近くにある。直線距離で150里近い。やすやすと移動できる距離じゃない。それ以前に横浜は10年前に放棄された。もうあそこに人など住まない。10年前の大曲時の戦だ。鬼に食い破られ異界に沈んだ。もしお前が横浜で戦っていたとすれば。そいつの身元は分かったか？よう、また会ったな。どうした？二人ともしけた面してんな。どこぞのバカと違って悩み事が多くてな。なんだよ、ずいぶん機嫌悪いじゃねえか。いや、むしろ逆だ。興味深い話を聞いていたところだ。研究に値するかもしれん。どういうことだ？鬼の襲撃を知らせる警鐘だ。里の周辺は鬼の住む異界だからな。心配するな。結界がある以上簡単には侵入できない。待て、どこへ行くつもり？そうか、お前は物の符だったな。鬼と戦うつもりか？心意気は買うが、悪いがお前の装備品は処分した。ボロボロだったんでな。代わりに新しい武器をやろう。私が開発した鬼の手と一緒にな。鬼の手？さっき完成した新型からくりだ。二人とも手を出せ。装着してやる。まだ実験段階だが。何？天才である私が作ったのだから問題はない。おいおい、嫌な予感しかしねえぞ。あまり動くな、手元が狂う。本当に戦う気か？さっきまで倒れてたんだ。無茶はすんなよ。これでいいだろう。よし、よく似合ってるな。使い方は実地で教える。私の指示に従って使いこなせ。と言っても初の実証試験だ。お前、どさくさに紛れて俺たちを実験台にするつもりだな。あっはっは、面白い冗談だな。とふざけんな。こんなもん無理やり外して。言っておくが、無理に外そうとするなよ。そんなもん人の手につけ。いいから黙って。行くぞ、鬼を撃つ。危ないから来るな。そういえば言っていなかったな。私たちも物の符、鬼を撃つ鬼だ。行くぞ、鬼を撃つ。脳天に風穴開けてやる。二人とも用意はいいな。鬼の手の実証実験を始める。よっしゃ。左手に意識を集中しろ。人の思念に呼応して想像を具現化する。それがからくり、鬼の手の力だ。巨大な手を頭に思い浮かべろ。それを現実の世界に実体化させるんだ。無茶言うな。ほう、いいぞ。あっさり具現化の壁を越えたな。その手を使って鬼を倒せ。手始めにガキを平らげるぞ。
信じられねえ。どうなってんだ。技ありだぜ。動きだ。横浜で戦っていたというのは本当らしい。俺に言わせりゃまだまだひよっこだがな。よし、ガキは片付けた。次、親玉が来るぞ。めんどくせえのが来たな。博士、助太刀します。紅月か、最高の助っ人だ。すまんな紅月、だがいらん世話かもしれんぞ。鬼の手の力は証明された。火が鬼の手、その目で確かめろ。一気に勝負を決めるぞ。火だと腹が弱点、攻撃を集中して部位を破壊しろ。マガツヒ状態になる。そこを狙えば本体に直接打撃を与えられる。いい動きです。あなたは言ったら、それが鬼の手ですか。一体どうやって。今は戦いに集中しなくては。実験終了。二人ともご苦労。実験成功だ。悪鬼ヨウミは俺が撃つ。素晴らしい成果だ。やはり私は天才だな。どうだ二人とも、鬼の手は優れものだろ。びっくり人間にでもなった気分だぜ。どうなってんだこの装置は。原理はお前の体と同じだ。人の魂、思念を具現化して力に変える。もっともその力の根源が何なのかは私にもまだ解明できていないが。よくは分かりませんが、博士の研究の成果ということですね。そういうことだ。それよりお前、新たな御霊を宿したな。どういうわけだ。普通御霊は一つしか宿せないはずだが、御霊の記憶もないのか。もののふの力の源、英雄の魂だ。鬼に食われた英雄の魂、御霊を奪還するのも私の目的の一つだ。後でお前の体を調べさせろ。御霊を複数宿せる理屈が知りたい。心配するな、バラバラにしたりはせんさ。ようやくコノへのお出ましか。博士、ご協力感謝します。実験のついでにやっただけのことだ。どうやら本格的な襲撃ではなかったらしい。ガキが数匹逃げていくのを見た。念のため辺りを紹介しておくといいだろう。承知しています。あとは我々にお任せください。こちらのお方はあまりお見かけしませんが。外、まさ
私の助手だ。東の里から手伝いに来た。そうでしたか。それは遠路ご苦労様です。では我々は任務がありますので。紅月様も。ありがとう。周囲を調べろ。まだ鬼が残っているかもしれんぞ。私もそろそろ行きます。博士、私の協力が必要であればいつでも呼んでください。ああ、いつもすまんな。最後にあなたの名を伺ってもよいですか。覚えておきます。私は紅月。この里で物の符をしています。ではまた会いましょう。さすが紅月、誰かさんと違って優しいぜ。うるす、鬼は撃った。研究所に戻るぞ。何をしてる？早く来い。さっきの話の続きを聞きたい。軍師供養、それがお前のいた隊の指揮官か。血濡れの鬼か。有名人だな。配下に精鋭を揃えてたって話だが、今じゃ生き残りを探すのも難しいぜ。ってなんだ、ジロジロ見てんじゃねえ。ふん、からくりと言ってな。私が研究している技術で作った、体の中に人の魂を封じてある。中身は立派な人間ということだ。そういうことでよろしく頼むぜ。しかし横浜以前のことは本当に。そうか、軍師供養に横浜。状況からしてそれは十中八九10年前の大曲時の戦だろう。10年前、世界中に鬼があふれ、人の世は半ば壊滅状態となった。我々は大曲時と呼んでいる。その際に北から押し寄せる鬼を迎え撃った最初の戦いが横浜防衛戦だ。つまりお前は10年の時間を飛び越えてここに来てしまったことになる。仮にそれが本当だとして、何だってそんなことが起こったんだ。鬼門に飲み込まれたものは時の迷子となって別の時間に流される、そういう話を昔聞いたことがある。お前が飲み込まれた空の穴はおそらく鬼の開いた鬼門だろう。鬼には時間の垣根がなく、過去、現在、未来を行き来するという。奴らが移動の際に開く鬼門はあらゆる時間に通じている可能性がある。残念だがそういう話は聞いたことがない。話がキテレツすぎてついてけねえや。似たような話は以前からある。かつて大陸の方で数百人の兵士が一度に失踪するという事件があった。夕餉を炊く火を残したまま兵士たちは忽然と姿を消していた。どこを探しても兵士は見つからず、人々は神隠しだと噂し合った。それから10年後、近くの村の広場に突如一人の青年が倒れているのが見つかった。調べると彼は消えた兵士の一人で、10年前と全く同じ姿格好をしていた。解放され目覚めた彼は真っ先にこう言ったそうだ。自分の夕餉はどこだと。そりゃ浦島太郎もびっくりだ。遥か昔からこの世界には人知の及ばない何かが潜んでいるのさ。その何かと秘密裏に戦うのが我々モノノフだったが、その体はなんだ、どうなってる。これは私を見ろ。お前はここにいる。他のどこにもいない。私がそれを知っている。私を信じろ。私がここにいるように。
お前もここにいると信じろ。どうなってんだ。おい博士、何か知ってるなら説明しろ。私にも。だがこいつは本来ここにいないはずの人間だ。この世界にとっては異物、それを弾こうとする力が働くのかもしれん。なんだそりゃ、また別の時間に流されるってのか。かもな。それは時間を超えた代償、呪いだ。そのままではどうなるかわからん。かといって元の時代に戻るのは不可能に近い。お前が所属していた隊もおそらく現存していない。横浜で戦ったモノノフは全滅した。生き残った者はほとんどいない。それでも過去との接点を求め失った記憶を探すならそれもいいだろう。だが過去ではなく未来を求めるなら、ここで私の助手として働く気はないか。お前はいつどこに流されるかわからない。だがこの世界との関わりを深めれば、あるいはそれを止められるかもしれん。取引だ。私はその代わり、お前が何者かは問わない。私の助手をしながらこの世界で生きてみろ。いい返事だ。やめとけ、骨の髄。じゃあこいつが消えるまで放置するか。誰もそうは言ってねえ。決まりだな。今日からお前は私の助手だ。助手1号は時継ぐだ。仲良くしてやれ。誰が1号だ。たく、どうなっても知らねえぞ。こいつは人をこき使う天才だ。好き勝手されねえように気をつけろよ。さっき目覚めた空き家を覚えてるか。あれをお前にやる。自宅として好きに使え。明日から忙しくなる。今日はそこでゆっくり休め。ようこそ我がからくり研究所に。記憶をなくしたか、我が使い手よ。哀れな。それがお前の背負った宿命か。ならせめて私が記憶しよう。願わくば今度は忘れるな。私は源義経。お前が身に宿す英雄、鬼打つ者の夫と共に歩む者なり。おい、消えてねえだろうな。邪魔するぞ。無事みてえだな。よく眠れたか。早速だが、今日から働いてもらう。お前の体を考えるとあまり悠長にしてられん。まずは里の正式なモノノフになれ。呪いを解くには人と交わってこの世界との結びつきを持つことが必要だ。意味不明だな。とにかく里のお偉いさんに会いに行くぞ。普通はお頭に挨拶するが、この里のお頭は2年前に死んで以来空席だ。代わりに神垣の巫女が里を仕切ってる。つってもまだガキだ。実験は2人の討伐隊長が握ってる。近衛部隊と侍部隊、対立してる2つの討伐隊の隊長だ。ちょうどこれから謁見式だ。神垣の巫女のいる岩宿に行くぜ。人混みは好かん。ここから先は時継ぐと2人で行動しろ。私は鬼の手で後から合流する。後まあ見ていろ。ああそれと、岩宿に行く前に時継ぐに里を案内してもらえ。これからモノノフになるんだ。使う施設ぐらい知っておけ。特に御霊の扱い方は念入りに聞いておけ。記憶がない以上一からやり直しだ。じゃあしっかりな。相変わらずの俺様。まあそういうわけだ。